標準機は、鉄道線路の機関、すなわち、レール頭頂部の内側の間隔が 1435mm で、あるものを指す。ただし、機関の多少の際は実用上あまり問題にならないため、レールウェイが Z インターナショナルの統計では、機関 1432mm から 1445mm を標準機としている。ヨーロッパ、北アメリカ、東、 アジアを中心に世界で最も普及している機関であり、20世紀末の時点では全世界の鉄道の約6割が標準機である。標準機より広い機関を後期、狭いものを狂気と呼ぶ。キリングワースの機関車標準機の起源は北東イングランドのキリングワース炭鉱で用いられていた抹車軌道の機関である。1814年に ジョージ・スティーブンソンがこの炭鉱鉄道のために蒸気機関車を製造した。スティーブンソンはその後他の炭鉱向けにも機関車を製造し、1823年にはロバート・スティーブンソンカンパニーを設立したが、ここで製造された機関車も同じ機関で設計されていた。スティーブンソンは各地の鉄道で同じ機関を使った方が機関車や諸設備の量産に都合が良く、 また将来これらの鉄道が相互に接続された時にも便利であると考えていた。1825年にストックトンダーリントン鉄道で公共用の鉄道として初めて蒸気機関車が使われ、1830年には世界初の蒸気機関車による旅客用鉄道であるリバプールマンチェスター鉄道が開業した。これらの鉄道でも スティーブンソンの機関車が用いられた。キリングワース炭鉱の軌道の間隔は当時の北東イングランドで一般的だった馬車の車輪の間隔と一致している。馬車の車輪間隔は他の車両の付けた輪立ちに沿って走れるように地域ごとに統一される傾向がある。馬車軌道の車両は通常の馬車をそのまま流用したため機関もこれによって決まった。 なおキリングワースの車輪間隔の起源をさらに古代、ローマの馬車にまで遡ることができるとする説もあったが、後に否定されている。踏み面ら勾配標準器が4フィート8.5インチという、半端な値である理由は、以下の説が有力である。もともとは4フィート8インチだったものが、蒸気機関車の使用により、速度が増したことで、曲線をスムーズに曲がれる、よう。 踏み面勾配をつけた車輪が発明された。このためには、車輪がある程度左右に動けるようにしなければならないため、機間を半インチ広げたというものである。この拡大が行われた時期については、諸説あり、キリングワースタンの時点ですでに4フィート8.5インチだったと、するものから、ストックトンダーリントン鉄道で半インチ、加えられたとするもの。 リバプールマンチェスター鉄道のレインヒルトライアル。前の線路改良で拡大が行われたとするものまである。もっとも、期間の半インチ程度の差は実用上はあまり問題にならず、特に当時の炭鉱鉄道の工事や補線の制度からは誤差の範囲内であったとも言える。その他の説明として、小池シュゲルは以下のような説を紹介している。 この時代の炭鉱鉄道では、フランジのない一般道路用の馬車を走らせても、脱線しないよう、外側に防護壁をつけた L 字系レールを使っていたが、このレール外側の間隔をちょうど5フィートとしていた。フランジ付きの車輪を用いる鉄道車両では、レールの内側の間隔が重要となるが、それは外側の間隔から2本のレールの幅を除いたものであり、 これが4フィート8.5インチという値になったという。リバプールマンチェスター鉄道の成功の後、鉄道はイングランド各地で急速に普及した。こうした鉄道プロジェクトの多くには、ジョージ・スティーブンソンや息子のロバート・スティーブンソンが関わっており、4フィート8.5インチの機関が採用された。一方で、グレート・ウェスタン鉄道では後期の方が優れているという。 イザムバードキングダムブルネル議師長の主張により7フィート4分の1インチという期間を採用した。4フィート8.5インチ期間の鉄道網と7フィート4分の1インチ期間の鉄道網は1844年にグロスターで初めて接し、これにより一期間で直通運転ができないことの不利益が顕在化した。4フィート8.5インチと7フィート4分の1インチの どちらの機関がふさわしいかは、技術者のみならず社交会や議会を巻き込んだ大きな論戦となった。なおイーストアングリア地方のイースタンカウンティズ鉄道も、技師長、ジョン・ブレイスウェイトの見解により5フィート機関を採用していたが、他社との直通のため1844年には、全線を4フィート8.5インチに改め期した。 標準機と後期の参戦機0機上1845年に、王立委員会は、国防上の観点からも、機関の統一を法制化すべきと勧告した。また、後期の方が、蒸気機関車の性能が良いことは認めつつも、その差はわずかであり、4フィート8.5インチ機関が7フィート4分の1インチ機関より、多数派であることを理由として、より好ましいとした。 引き続き1846年に期間法でグレートブリテン島の新規路線は4フィート8.5インチの期間で建設されるべしと定めた。ただしコーンウォール、デボン、ドーセット、サマセットの各州のみは例外とされた。グレートウェスタン鉄道の後期路線は少しずつ標準期に改め期され、ロンドンからエクセターまでの幹線は3000基上化された。 最終的には1892年に前線、改め機が完了し、グレートブリテン島の機関は標準機で統一された。19世紀にはイギリス領の一部だったアイルランドでは、鉄道建設の初期の段階から4フィート8.5インチの他にも様々な工期が用いられていたが、1846年の機関法で5フィート3インチが標準とされた。イギリスに少し遅れて、 鉄道を開業させた大陸ヨーロッパ諸国では初期の鉄道に関してスティーブンソン親子らイギリス人技術者の指導を仰いだ例が多い。また蒸気機関車もスティーブンソン車をはじめとするイギリス製のものを輸入するかライセンスを受けて製造した。こうした鉄道は 1435mm 機関となった。ただし一部の国や地域では 独自の観点から後期を導入したところもある。オランダのホラント鉄道とオランダライン鉄道やバーデン対抗国の国、有鉄道、スイスの中立ヒバーデン間の鉄道は最初後期で建設された。しかし、周辺の鉄道がみな1 4 3 5ト、mm、ル期間を採用したことから直通運転の必要のため同じ期間に改め期した。なお、フランスにおいては、 公式にはレールの中心の間隔を 1500mm とする規格が採用されていた。このためレール内側の間隔はレールの幅によって変わってしまうことになった。鉄道会社に出された建設許可ではレール内側の間隔は 1440mm から 1450mm となっている。そのためフランスの機関は厳密には ドイツやベルギーなどとは少し異なったが、この程度の差であれば実用上は直通運転に支障はなかった。その後20世紀初頭になって、正式に 1435mm 期間に改められた。1886年にベルンで開催された鉄道規格統一会議において、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、ハンガリー、スイスの各国は、 今後建設される鉄道路線の基間は1 4 3 5ト、mm、ル以上1 4 4 0ト、mm、ル以下とすることで合意した。一方でスペインではブルネルのロシア帝国ではアメリカ人技術者ジョージ・ワシントン・ホイッスラーの提言をもとにそれぞれ1 4 3 5ト、mm、ルよりも広い後期を採用した。両国があえて後期を選んだ背景には ナポレオン戦争の教訓をもとに、他国に侵略された際に鉄道を利用されないように、するため故意に直通不可能な機関にしたとする説もある。ポルトガルも隣国スペインと同様に後期を採用した。ただし、ロシア帝国主権下のポーランド立憲王国で、ポーランド人により建設されたワルシャワウィーン鉄道は 1435mm 機関であった。その後もロシア、 旧ソビエト連邦とイベリア半島の鉄道は標準機に改めきされることはなく現代に至っている。ただしスペインの高速鉄道は将来のフランスなど他国の高速鉄道との接続を考慮して標準機で建設された。そのため全6 7 m m が主流の中で 1435mm 軌道を採用した日本の新幹線とは逆に スペインでは高速鉄道の方が一般鉄道よりも狭い軌道を走っていることになる。アメリカ合衆国の初期の鉄道ではイギリス製機関車を用いた北東部を中心に4フィート8.5インチ機関が普及した。ただしイギリスの影響力はヨーロッパほど強くなくペンシルベニア州やオハイオ州では4フィート10インチ、南部諸州では5フィートの機関が主流となった。 ニューヨーク州と内陸を結ぶエリー鉄道などは6フィートという広い機間を採用した。1860年の時点で4フィート8.5インチ機間の鉄道は全体の54%に過ぎなかった。これが統一されるきっかけとなったのが南北戦争と大陸横断鉄道の建設である。南北戦争では 期間の異なる鉄道の間で乗り換えや貨物の積み替えが必要となることが軍需輸送上の大きな問題点となった。大陸横断鉄道については、1862年に太平洋鉄道法が制定された際には、エイブラハムリンカーン大統領はその期間についてコヒートを想定していたようである。しかし1863年の法律では、 大陸横断鉄道の基幹は4フィート8.5インチとすることが定められた。その他の鉄道も順次4フィート8.5インチの標準基に改めきされ、1886年にはアメリカ合衆国の主要鉄道は標準基に統一された。カナダでは当初、イギリス植民地に多く見られる5フィート6インチ基幹が使われていた。 しかしアメリカ合衆国との直通の必要から1870年代に標準期に改め期された。中国中国で最初の本格的な鉄道は1881年に開業した当初線である。これは炭鉱の石炭輸送用の短距離路線に過ぎなかったがイギリス人技術者クロード・ウィリアム・キンダーの主張により 1435mm 期間で建設された。 これは将来北京と法典を結ぶ計笹部線の一部となることを見越したものであった。以後中国の鉄道網は中国人によるものも外国資本によるものも含めほぼ標準機で建設されていくことになる。ただしロシアの統制鉄道のみはシベリア鉄道と同じ後期であった。日露戦争で統制鉄道の南半分が日本の南満州鉄道となるとこの部分は 標準期に改め期され、長春駅が境界駅となった。満州事変の後、東西鉄道の後ろ身である中東鉄道が満州国によって国有化され、満州国有鉄道となると、1937年までに全線が標準期に改め期された。中華人民共和国の成立後、中国の鉄道網は拡大を続けており、 20世紀末の時点で標準期鉄道の路線長はアメリカ合衆国に次ぎ世界第2位となっている。朝鮮半島朝鮮半島での鉄道建設は日韓併合以前から日本の主導で行われていたが、その期間は日本本国とは異なり標準期であった。1896年に朝鮮政府の定めた国内鉄道規則では、 機関は4フィート8インチ半とすることにされていた。その後1911年に、王力公共量が開通し、中国側の暗佐作戦も、狂気から標準機に改め期されたことで、中国の標準機鉄道網との直通が可能になった。日本日本では、1872年の鉄道開業時に3フィート6インチの狂気を選択した。これを国際標準機へ、 改めきする提案が何度か行われた。最初は1887年の陸軍の権威があり、1909年以降は、後藤新兵、戦国三倉が改めきを主張した。帰還をめぐる政策は、内閣の交代のたびに2点3点したが、原高市内閣成立後の1919 19年に、国鉄の改めき計画は放棄された。 一方で、1899年の大使、電気鉄道を皮切りとして、1900年代以降に建設された施設や、公営の路面電車といった電気鉄道路線では、国際標準機を採用した例が多くあり、特に、関西施設では 1435mm がむしろ主流となっていった。1938年に始まった弾丸列車計画では、 後期の新線を建設する予定であったが、一部のトンネルなどが着工されたのみで中止された。1950年代には、東海道本線の輸送力逼迫に対する対策として複々線か、狂気別線、後期別線の3案が比較された結果、後期別線案が採用され、1964年に東海道新幹線として開業した。その後の、 各新幹線も 1435mm 期間で建設され、全6 7 m m 期間の在来線との直通は不可能であった。このため、JR 東日本は1992年に大雨本線の一部、1997年に田沢湖線及び大雨本線の一部を改めきし、車両限界を在来線に合わせたミニ新幹線として、 フル規格の東北新幹線と直通運転を行っている。台湾台湾で最初の鉄道は1891年のキールン、台北間の鉄道であり、機間は3フィート6インチだった。その後の日本統治時代、中華民国時代とも、鉄道は1067ミ、mm、リメートル、またはそれ未満の狂気が用いられ続けた。しかし2007年開業の台湾高速鉄道は、 標準機が採用され、日本やスペインと同様、高速鉄道と在来線で機関が異なることになった。1945年のクラップ報告書による、標準機路線と改め機予定路線の随リスの植民地だったオーストラリアでは、1901年の連邦成立まで、後の各州がそれぞれ自治政府を有しており、鉄道政策もバラバラに行われていた。 ニューサウスウェールズ植民地では、アイルランド出身の技術者により5フィート3インチ機関が採用され、ビクトリア、南オーストラリア植民地もこれに習った。しかしニューサウスウェールズでは、技術者がスコットランド出身者に交代し、その後はイギリス本国やヨーロッパ諸国で標準的な4フィート8.5インチ機関に変更されたため、隣の植民地州と機関が異なってしまった。 さらに、それらより遅れて、鉄道を開業させた、クイーンズランドや、西オーストラリア、それに、南オーストラリアの一部などでは、他のイギリス植民地でも多く利用され、建設費も安い3フィート6インチ機関を使ったため、オーストラリア大陸には3種類の機関が混在することになった。1901年の連邦成立後、 連邦政府は機関を標準機へ統一しようとしたが、その動きは遅かった。1917年に、ポートオーガスタとカルグイリーの間で開通した、大陸横断鉄道は、両端で接続する鉄道が狂気だったにもかかわらず、標準機で建設された。第二次世界大戦が終わって、しばらく経った1950年代以降になって、ようやく、主要路線の改め機が本格化した。 シドニー・パース間が標準機で直通可能になったのは1969年であり、1995年には古代都市がすべて標準機鉄道で結ばれた。東アジアと西アジアヨーロッパの標準機鉄道は直接には結ばれておらず、旧ソ連の 1520mm 機関の鉄道を介する必要がある。しかし、カザフスタンとトルクメニスタンで新たに、 標準機鉄道を建設することにより中国とイランの標準機鉄道を接続する計画がある。またこれとは別に、キルギス、タジキスタン、アフガニスタイ経由でも中国とイランを標準機で結ぶことも計画されている。各国の機関。水色が標準機標準機を主な機関として採用している国、地域は以下の通り。 なお、同国内でも一部の地方や軽便鉄道、都市部の地下鉄、路面電車などでは、これと異なる機関も用いられていることがある。路面電車や地下鉄などの都市鉄道での未標準機が採用されている例。標準機鉄道の存在する国、地域とその路線長、同国内での割合は以下の通り。ただし路線長や割合に関しては、どの路線を計上するかや、 距離の算出基準により異なるため、ここでは、岡正幸、山田俊明による20世紀末時点でのものと、ザワールドファクトブックウェブ版によるものを掲載した。標準機日本で、標準機を採用しているのは、新幹線、JR 田沢湖線等在来線のみに、新幹線区間、近畿圏及び、東京を中心とする、大手私鉄、地下鉄、路面電車等である。 日本に現存する標準期幅の営業用路線はすべて電化路線であり、日本が領有していた外地を除くと、過去を含めても営業用の路線として、非電化だったのは、琴平電鉄塩の江線が唯一の例である。なお、昭和中期頃までは、この 1435mm 機間を後期と呼ぶのが一般的であり、公文書上でも 1435mm 機間を、 後期と表現していたこともあった。理由は在来線に多く使用されている 1067mm 機間が標準的であり、それより広いためである。そのため、伝統的に標準機が主流の関西施設の一つである近畿日本鉄道ですら、同様の理由で 1435mm 機間の路線を後期と公式には称している。しかし、近年では、 国際的な高気幅の故障との混同を防ぐため、日本において 1435mm 期間を意味するためには本項目の標準機の用語が基本的に使用されることが増えている。このほか上傾車局の廃止路線にも該当例がある。なお、北海道、北陸地方、甲信越地方には過去にも現在にも標準機を一切導入していない。 ローカルな用法として、1435mm 以外の機関が大部分を占める国や地域では、それらのうち最も主流な機関を標準機と呼ぶことがあった。例えば、日本では、かつて旧国鉄の在来線の機関である 1067mm が標準機と呼ばれ、新幹線などの 1435mm 機関を後期と呼んだことがあった。 標準機が 1067mm 期間を指すか 1435mm 期間を指すか分かりにくいため 1435mm 期間のことを国際標準機と呼んで区別することもあった各地の新幹線網が発達しある程度は国際標準機が社会においても定着したためこの用法は現在の日本では廃れつつあり 単に標準機といえばほぼ間違いなくせに 435mm 機関のことを指す。ありがとうございます。